ジョン・ディスモーはアメリカ合衆国ニューヨーク州ロチェスター出身の映画舞台俳優。1945年10月ニューヨーク州ロチェスター生まれ。父親は演劇プロデューサー、演出家、母親は女優という家庭に生まれる。奨学金を得てハーバード大学で学ぶ。1973年にザ・チェンジングルームでブロードウェイデビューし、同年のトニー賞において、 女演団優勝を受賞。70年代初期あたりから徐々に映画やテレビなどに露出し始めて、ボブ・ホッシーの半自伝的映画、オール・ザット・ジャズなどへも出演。1982年に出演したロビン・ウィリアムズ主演のガープの世界ではアカデミー女演団優勝にノミネートされ、翌年のシャーリー・マクレーン、ジャック・ニコルソンら出演の愛と強憶の日々においても同賞に、 ノミネートされた。その後映画にも数多く出演、ミッドナイトクロス、レイジングケインなどで性格派俳優として注目される。悪役を演じることもあり、シルベスター・スタローン主演のクリフハンガーなどがある。人気アニメ映画のシュレックでは声優も務めた。人気シットコムのサードロックフロムザ・さんでも知られており、同作品ではゴールデングローブ賞と エミー賞にノミネートされ、3度のエミー賞に輝いた。また、1986年にも、スティーブン・スピルバーグが、制作葬式を務めた、オムニバスドラマ、世にも不思議なアメージングストーリーの1エピソードで、主演を務め、エミー賞を受賞している。舞台では2002年に出演した、成功の歓喜香りで、トニー賞の主演男優賞を受賞した。 2005年にはブロードウェイなどの功績が称えられて、舞台俳優に対する栄誉でもある、アメリカンシアターホール・オブ・フェームが送られている。ちなみに、トニー賞には、その他に、舞台版の、ペテン師と詐欺師へもノミネートされた。オフ・ブロードウェイでも活躍しており、舞台俳優としても定評がある。自動書も表している。日本語吹き替えは、池田正、堀勝之助、 福田信明などが担当している。ありがとうございます。